ふさわしいクリーンファイトを目指します。以上。勝った方が新チャンピオン、日本フライ級1位中谷か、フライ級2位望月か。10回戦5ラウンド終了時にオープンスコアリングシステムを採用されて行われます。さあ今試合開始のゴングが鳴らされました。リング中央、素早いステップワークから右のジャブを出していきます。赤いグローブ、白のトランクスが中谷潤斗、21歳左、いきなり武器の左ストレートから右フック見せていきました。一方黒いトランクス、青のグローブ、左ストレート、こちらは中谷潤斗。中谷の左を鋭い眼光で捉えながらバックステップ、軽やかなステップワークを見せていきます。黒いトランクス、こちらが横浜光ジムの望月直樹、25歳です。そしてこの試合の放送の解説は元世界チャンピオンのお二人、浜田剛さんと飯田聡さんです。お二人よろしくお願いします。お願いします。いきなりスピーディーなステップワーク、そして強打の左を見せていきました。浜田さん、はい、この中谷の立ち上がりどうなりますか。まあ調子いいですよね、はい、まあスタートからノックアウト狙おうという意図がありますね。170センチの長身を生かした長いリーチの左、髪を捉えた、距離が違いますね、あ、効きましたね、効いたか、効いたか、左、右、左ですね、まずは距離を詰めていく、左か右、グラッとした、持ち抜き、上体を崩す、距離を詰めていく、中谷に対して持ち抜き、距離を詰めていきたい、距離詰めるのも大変ですよね、はい、打たれながら詰めるっていうのは、やっぱり、もう少し、はい、まあ、自分、こちらの目、きちいですね、持ち抜き効いてますね、顔面も好調してきました。青コーナー横浜光ジムの望月、望月からするとこの距離で打ち勝たなければいけないですよね、はい、この距離であれば望月の距離、身長は望月は8センチ劣る、ただ中谷もここで打てますからね、はい、アッパーこの距離で勝負して、勝つことなんですね。この左フック、強打を振っていく、赤コーナーの中谷、中谷の左がよく当たってますね、まっすぐとあとフックですね、はい、外からと、うまく使い分けて当たってますね。170センチが中谷、ここも左、長いリーチを生かしたパンチを放っていきます。リング中央、望月はこの第1ラウンドから顔面が好調、2分が経過しています。残りは1分、両者の距離が違いますよね、そうですね、浜田さん、この望月が攻勢に出るにはどうしたらいいでしょうか。まあ、ここで1回距離を取っても構わないんですけどね、もしくは、距離詰めるならもっと思いっきり入ることですね、はい、いきなり劣勢になりました。青いグローブの望月直樹、25歳、左、ここも中谷の左、望月の顔面を捉えていく、今日の中谷はかなりパンチに自信持ってる感じですね、パワーパンチで勝負できたい、パワーでも勝負できるというそういうなんか、力強さみたいなのを感じますね。第1ラウンド残り20秒を切りました。中谷は今日の試合仕留め切ることが自分の課題、印象に残る試合をしたい、そう話していました。まあ実際にスタートからその意欲満々ですよね、はい。第1ラウンド残り10秒、望月流れを変えるパンチを出せるか、詰めて詰めてリングに詰めた、望月はこの距離でどれだけできるかなんですね、中谷潤斗21歳素晴らしい立ち上がりを見せました。先に立ったのが中谷、ギリギリまで椅子に座っていたのが望月です。左のフックから先にパンチを出したのは望月、ケリー、完全にカウンターも読めてますよね、左のタイミングも掴んでますね。右のアップ合わせていった中谷、ここまでプロキャリア17戦17勝12 KO、 まだ一つも傷がついていない中谷潤斗です。逆に望月、望月の右、負けを経験してますからね、こういうピンチも経験してるはずなんで、ここからどういう風にしていくか、はい、経験を生かしたいですね。望月にとりましてはこの試合が人生の全てをかける試合、東日本新人王戦に敗れ、去年の地域タイトルマッチにも敗れ、3度目のタイトルのかかった試合、望月直樹、ただで負けるわけにはいきません。ですけど苦しい内容ですよね、浜田さん、この望月第2ラウンド何か変化というものが見られますか。実際ですね、思い切ったことやってますよね、はい、思い切って入って思い切って打っちゃって、いますよね、この望月の持ち味はスピードのある出入り、そして試合の流れをつかむ展開力、石井一太郎会長もそのように話していました。飯田さんはこの望月のここまでの動きいかがでしょうか。いや、いいですね、その、まあ、どういうふうに入ろうかっていうところ、距離ですよね、はい、いろいろこう試みてるんですけれども、やはりその先にこう中谷のパンチクリーンヒットしてますね、ここのガードを固めた中谷です。川端さん、はい、その中谷陣営なんですが、やはり立ち上がりは上々という話がありまして、はい、距離を取って戦おうという話がありました。浜田さん、はい、中谷、距離を取って戦おうという陣営の指示です。
まあ、実際に、自分の距離で1ラウンドやりましたからね、この距離も下が、はい、右下がって取る距離じゃなくて前に、出ながら相手を突き放す距離ですよね、はい、一番いいパターンだったですね。ただこの回はやっぱり望月本当に踏ん張ってますよね。あ、そうですか、はい、1ラウンドは劣勢でした望月、2ラウンドに流れをつかみかけています。川端さん、はい、こちら青コーナー陣営ですが、望月選手打たれてもとにかく動き続けろという声をかけています。飯田さん、この望月は去年タイ、はい、アウェーの地で行われたタイトルマッチでも判定まで持ち込む素晴らしい戦いを見せています。KO負けはないですからね、はい、そういう力強さ、粘り強さ見せてますよね。今もここまでプロキャリアは18戦15勝 8KO3 敗、負けながら一つ一つリングを重ねながら自分の引き出しを増やしてきたんです、そう話していた望月。第2ラウンドで少し流れを変えるような動きがあります。残り30秒、詰めていくのは青いグローブの望月直樹。一方の中谷は長い距離で戦っていこうという陣営へのアドバイスもありましたが、ここも距離を取ります。右のジャブ、うまく今は望月入ってますよ、はい、そして入ってそこからが勝負ですね。横浜光締めの石井会長も中谷は中に入ってからもうまい、望月はそこからもう一工夫必要だという話を試合前にしていました。残り10秒切ったこの第2ラウンド、ここで終了のゴングを聞きました。第2ラウンド望月、素晴らしい対応力を見せています。ラウンド2つが終わりまして第3ラウンドが始まっています。いきなりの強烈な右腕望月、中谷は距離を取ります。1ラウンド目望月打たれはしましたけど、はい、2ラウンド目からリズム出てきましたよね。ああ、そうですか、はい、このリズムの要因は浜田さんどんなところにありますか。まあ、やっぱりですね、思い切ったことができるということでしょうね、はい、ここはじりじりと距離を詰めていくのが青の望月直樹。一方の中谷はジャブで牽制、詰まって2、クリンチワークは中谷です。川瀬さん、はい、そう、中谷陣営なんですが、先ほどラウンド間ルディ・エルナンデストレーナーがですね、左のフックの打ち方を、少しジェスチャー交えながら指導していました。そして中谷もその左のフックの当て入れ方でしょうか、そう調整していました。はい、飯田さん、この中谷の左のフックという話がありましたが、はい、はい、もう一ラウンドも使ってましたよね、はい、相手のガードをうまくこうかわしてカーブさせていくような、はい、空いているところをうまく、軌道修正して狙ってましたよね。ここも頭をつけての打ち合いでアッパー、隙をついていく中谷純太です。蹴り、右、ローポを背負わされているのは中谷ですが、うまく拳を当てていく、まあ、距離は密着している状況ですけど、はい、うまく中谷には見てますよね。あ、そうですか、はい、中谷うまく望月のガードの隙をついてアッパー叩き込んでいきます。飯田さん、一方の望月は頭をつける時間帯が長くなりました。まあ、中に入れているということですけれども、はい、まあ、そこで、でもやっぱり中谷も接近性やっぱり上手いですね、体の預け方、頭の位置ですね。望月自身もこの対戦する中谷について全てが一流です、認めてはいましたが自分も決して弱くはありませんよと不敵な意味を浮かべていた試合前です。川端さん、はい、こちら望月陣営ですが、この距離が縮まった時こそこの顎を気をつけろ、アッパーに気をつけろという声が出ています。浜田さん、はい、そのアッパーの部分望月もらってるシーンも多いですね。ボディ、中谷のボディ、左アッパーのボディ、いいの入りましたね。まあ、そこでどれだけ我慢できるかですね。そして頭を振れるかなんですね、はい、頭を振れるかどうか、はい、ここもジャブをもらっている望月、このジャブをかわせるかというところでしょうか。もう少し接近したいですね。この距離では170センチリーチで勝るボディ、これはローブロー、審判から指導が与えられる望月です。まあ、狙いはいいですよ、はい、距離を詰めてのボディを狙っていきました青の望月です。残り時間はまもなく30秒、第3ラウンドは中谷左のボディ炸裂しました。一方の望月も距離を詰めてはいますが、なかなかクリンチが生まれない、まあ、左、またきつくなりましたよね。はい、先ほど陣営と話し合っていた左のフック炸裂、左ストレート、右フック、ね、左、効いてますよ、望月こらえるか、中谷仕留めるか、左、ね、右、一気に仕留めにいく、残り10秒、第3ラウンド中谷も距離を詰めて連打、連打、ね、山を作る、山を作る、粘る、望月粘る、ここで第3ラウンド終了。中谷強打炸裂、望月粘りを見せました。10回戦で争われるこのフライ級王座決定戦、このラウンドを含めてあと2つで前半の5ラウンドが終わろうとしています。浜田さん、はい、ここまではやはり中谷有利というところでしょうか。まあ、やっぱり強打
入ってますからね、一方の望月ボディボディ、望月は苦しいながらも頑張ってますよね。はい、飯田さんはこの望月ここまでのラウンドどう振り返りますか。やはり、まあ、一枚上手なのでどういうふうにこう、食らいついていくか、徐々にでも、望月の方もやりたいことくっついて左右連打ですね、はい、やれていってますよね。ここもクリンチワークに行きました中谷です。川端さん、はい、その中谷ですが、先ほどラウンド終わりルディトレーナーから OK とまず言う声をもらいましたね、はい、そして両ガードをしっかり上げて左のボディを打っていこうというジェスチャーを多く見せていました。この中谷はタイトルを取ることになれば MT ジム2人目の日本チャンピオンということになります。1人目は2009年4月に獲得した三垣隆二、10回 KO 勝利でベルト奪取。高木会長はその時を観客の歓声に感動した、あの感動をもう一度見せてほしい、中谷に期待をしています。浜田さん、はい、ジムにとって日本タイトルを獲得した選手が増える大きな意味がありそうですね。いや、そして、他の選手たちに励みになりますね。はい、右体を入れ替えてなんとかコーナーから逃げ出したいのは赤の中谷。飯田さん、望月がロープを背負わせるシーンが多くなりました、はい、まあそうですね、やっぱ体でも押していってますよね。はい、中谷はこの望月の印象を体の強さがある、身長はないけれどもこの強さそして引き出しの多さが特徴的だという話をしていました。2人は1年以上前にはなりますがスパーリングで手を合わせたこともあります。望月はスパーリングの印象とは全く違うだろう、ただ対応力では自分が勝る、そんな話もしていました。ここも距離を詰める望月、キャリオン実際に望月は苦しいながらもボディまともに食ってますよね、手は出しているんですが浜田さん強烈な中谷のパンチがあります。そうですね、ただ食った後に前に出るというところで追い打ちを逆に、食わないところなんですね。はい、中谷もパワーパンチを磨いてきて飯田さん、はい、ここまで強打を浴びせてますがこの望月のプレッシャー、いやプレッシャーもなんですけども打たれ強さがありますよね、びくともしないですね。こういった選手を目の前にすると対戦相手としてはどんな心境ですか。いや嫌ですよ、相手の嫌がるボクシング圧力をかけ続ける青の望月、一度レフェリーが2人を分けます。もう30秒残すところとなりました第4ラウンド、あっという間に時間が過ぎる日本フライ級王座決定戦。落ち着き距離が分かってきましたね、頭が触れてリズムも出てきましたね。パンチをもらわず距離を詰めていく望月、自身初のタイトル獲得に向けて一つ悪い流れを変えていこうという望月、右のボディボディを返された、ただ打っていく打っていく第4ラウンドここで終了、望月意地を見せ続けます。さあ前半の最後のラウンド第5ラウンドが始まります。浜田さん、はい、ここまで中谷は強打を打ち続けて迎えたこの第5ラウンドです、まあ、密着されるようなボクシングもあ状況もありますけどね、はい、落ち着いて対応はしてますよね、そしてルディ・エルナンデストレーナーからは印象的な試合をしてこいとこの試合に送り出されたそうです。その中谷ここも距離をつけてくる望月に対して、ちょうど望月は中谷が嫌がる状況を、まあ、やってますよね、それはこの距離の詰め方というところでしょうか。まあ距離詰めてそこから密着して、中谷が打てない状況、空間を作ってないですよね、はい、確かにこのラウンドはまず望月が手を出しているという状況が続いています。川端さん、はい、中谷陣営なんですがこの試合の序盤は距離を取れという指示だったんですが、中で打てという指示も入るようになりました。ああそうですか、飯田さん、はい、やはりこの状況を見て中谷陣営も作戦を変えてくるようなところもあるでしょうか。まあそうですよね、なかなか、入る強さが増してきてますから、はい、そこにこう足を使ってとかこう距離取るとなるとやっぱり後手に回るといいますかね、はい、下がってる印象になりますからね。今は青の望月のマウスピースが取れまして一旦試合が中断しています。浜田さん、はい、望月もここまで打たれながら距離を詰めていくこのプレッシャーの強さも見せて、スタミナという部分ではいかがでしょうか。まあ、自分のやっぱりこの試合にかける意思というのが出てますよね。川端さん、はい、こちら望月陣営ですが、ラウンド間ですねタイトルを取りたい気持ちはお前の方が強い、その思いを拳に込めろと檄を飛ばしていました、はい、この望月の横浜光ジム金子大輝が引退をしベルトを持つボクサーがいなくなる中、石井会長は世代交代が行われた、この望月がこの世代がベルトを取ってくれることがジムにとっては大きな意味がある、そんな話をしていました。そして浜田さん、はい、この望月このタイトルマッチに向けての練習で非常に成長したという話をしていました。この試合見れば分かりますよね。そうですか、本当分かりますね。
第5ラウンドは残り1分10秒となりました。飯田さん、はい、この第5ラウンドだけを見ますと流れはどちらになるでしょうか。いやー、まあ、かなりやっぱりこう望月の方自分のボクシングやれるようになってきてますよね。中谷のクリーンヒットはやっぱり当たってますけどね。はい、前半はこの中谷の左ストレート、そして左のボディなど強打が炸裂しました。赤の中谷が優勢かと思われましたが、中盤にかけてはこの望月直樹距離を詰める、プレッシャーをかける、まあ、ただ望月苦しいことは苦しいですよ。そうですね、はい、苦しさを耐えている望月か。左フェイントを見せた中谷、バックステップで距離を取るのは中谷です。望月もフェイントしてますよね、入ろうとして入らないっていうところですね、はい、中谷の場合にはまあ密着されても強打は食ってないんですね。あ、そうですか、はい、クリーンヒットの数で見てもやはり中谷優勢か。さあ残りは20秒を切りました。中間距離お互いに見合ってガードを下げているのは青の望月、ジャブ中谷、このジャブにも力が増しました。左中谷の左ストレート、左アッパー、望月の距離を詰めるがステップアウトでかわしていく。前半の5ラウンドが終わりました。日本フライ級王座決定戦の10回戦です。さあ採点が公開されて迎えた後半戦、最初のラウンド第6ラウンドです。浜田さん、はい、この採点を受けて両者の動きどうなりそうでしょうか。まあ流れというのはですね、やっぱり持ち続けが一生懸命入っていくと、はい、まあ、そこで勝負なんですけど、やっぱり、いかんせん、まあ、くっつくのが精一杯の状況があるんですね、はい、ただ中谷とすると自分の距離に、なった場合にいいリズムにまた戻るところがあるんですね、はい、そこをもう少し、回転力をつければいいですね。飯田さん、はい、一方の中谷は今ポイントで優勢ということが分かりましたが、うん、このままポイントでいきますか、 K を狙いますか。いや、もちろん K を狙うと思いますよ、それだけ今逆に持ち続けが頑張ってるんですよね。そうですね、距離もうまくこの、クリーンヒットを回らない距離、ここで止まるっていうことを やりますしね、はい、でこの横に動くっていうことをやってますよね、打たれてはいますが持ち続け、まだまだ目には闘志が宿っています。川端さん、はい、赤コーナー中谷陣営なんですが、先ほどのラウンドからですね、あのリングの中央で中間距離で戦えという指示が多く入っていますね、はい、そしてルディトレーナーからは上下の内訳をしていこうというジェスチャーが見られました。この中谷自身に自分の持ち味を聞きますと、浜田さん、はい、いろんな勝ちパターンを持っているというものを持ち味に挙げています。なるほど、ですから入り込まれても決して慌てずですね、ショートうまく、打てるところあるしですね、はい、それで相手が止まればこういう風にアウトボクシング、まあ、距離取ったボクシングもできるし、確かにやっぱり幅は広くなりましたね、はい、さあ距離を詰めてきた望月に対して中谷、ここも距離を取ります。この距離であれば中谷の拳だけが届く、望月のやや遠い距離、ボディアッパー、持ち続きもですね、やっぱり前進するのはきついんですよね、顔も赤く腫れ上がっています持ち続きです。かといってこの距離で悩んでるとまた打たれますからね。手元の時計では1分10秒残すのみになりました。第6ラウンド、ポイントでは劣勢の持ち続き、どう状況を打開していくか。川端さん、はい、こちら持ち続き陣営ですが、右のガードが少し下がってきているからしっかり上げろという声が出ています。飯田さん、やはり中谷の破壊力を警戒しての指示でしょうか。まあそうですよね、であとやっぱり望月中谷の内割に一気に入っていって連打をするっていうのをやってますね。はい、残りは45秒、石井会長はタイトルマッチは何が起こるかわからない、飯田さん、そんな話もしているんですね。今しっかりと入っていって右左のショート、望月いいの打ちましたよ。はい、当て感はあるこの望月直樹、15勝のうち8つが KO 勝利です。近づいて当てることができるか、その自分のパンチ。一方の中谷、十分に距離を取る、得意のロングのレンジの左アッパー、右のアッパー鼻から流血持ち続け、中谷のアッパー炸裂、この辺りも引き出しの多さを見せます。長い距離、長いジャブ、左ストレート、持ち続け苦しいですよね、苦しいですね、効いてますね。さあ下がる持ち続け、第6ラウンド終了。このラウンドも流れをつかむ中谷の強打炸裂。さあ始まりました第7ラウンド、勢いよく出てきましたのが望月。さあ1分間休んでどれだけ、元気になるかですよね。望月はしっかりと右のガードを顔面につけています。一方の中谷はどういった試合の終わらせ方考えているでしょうか。左もう一度左、
浜田さん、はい、中谷得意の左をいきなり炸裂させています。ちょうどですね中間距離から左長めの距離ですから、はい、まあ一番打ちやすい距離なんですね。この距離では中谷強い。持つ一挙を返した、左一挙を返した、一気に距離を詰める。まあ、持ち時からするとこうやって密着することも一つのディフェンスになってるんですね。そうですね。そこで若干打たれはしてもどれだけ返せるかなんですね。はい、望月も工夫を凝らすこの第7ラウンド。一方の中谷は自慢の武器を炸裂。ここは一度レベリーがタイム、両者を分けました。望月に出血がありましたので、そういったところも確認されるでしょうか。今ドクターが望月の傷の具合をチェックしています。第7ラウンドを迎えておりますので、ここで止まればここまでのラウンドの採点によって勝敗が決まる。バッティングであればですね。そうですね、はい、パンチで切れたということで、まあ、ストップかかった場合は TKO になりますね。はい、ミラッパーは中谷、右のフックを返していく、持ち行く。さあここは中谷が守る時間帯か。右ラッパー、飯田さん、はい、中谷は詰められても打開するパンチがありますね。ですね、あと冷静ですよね、はい、本当にこうクールに戦ってますよね。これだけ熱い試合、まあ、相手の望月は、熱く戦うのがこうスタイルですけれども、はい、お互いこう精神力ありますね。25歳の望月に対して21歳の中谷、非常にクールなボクシング界期待のホープ。ここは望月がマウスピースをもう一度はめ直します。手元の時計ではまもなく残り1分。中谷どのラウンドで仕留めに行くか。望月こらえて形勢逆転なるか。さあ残り1分。チェリー一生懸命潜ってますけど、下からアッパーつけ上げられてますよね。パンチを返したか。ですから接近することも苦しいですよね。右ラッパー、右ラッパー、チェリー中谷の手が止まりません。望月防戦一歩、残りは40秒。これだけパンチ中谷当ててでもまた反撃してきますからね望月、中谷も苦しいですよ。目は死んでいない望月、強打を続ける中谷。スタミナはどうか、ダメージはどうか。残り30秒、ロープを背負うのは中谷。望月のダメージはありますよ。勝った方が新チャンピオン、日本のベルト獲得。残り20秒、第7ラウンド。あれはどうか、持ち続き手が出る。中谷相手を冷静に見据える。近い距離でも手を出させません。左右アッパー、中谷得意の右アッパー。左これも顔面を捉えた。うまく鍛えるダメージを軽減したか。しかし相当踏ん張ってますね。第8ラウンドが始まりました。残されたラウンドはあと3つ。アッパー中谷、右アッパー中谷、持ち続きもボディを返す。頭をつけての打ち合いになります。フック、これは足元が滑った。望月の鼻からは出血が見られます。赤の中谷の顔はほとんど赤く腫れ上がることはありません。近い距離で戦いたいのが望月、中間距離で強打を放っていったのが中谷です。ただその近い距離でもアッパー突き上げられてますからね、きついですよね。お、うまく言えましたよ。体を預けるようにして距離を詰める望月です。川端さん、はい、中谷陣営なんですが、この右のストロングパンチを使っていけという指示もありました。そしてこの望月が左右の大きなパンチを使ってくるから、それには注意しろという指示です。はい、左のアッパー、ロープを背負いながら右のアッパー、望月のパンチもうまくかわせ、左のアッパー。さあロープを背負っているのは中谷だが、やはり浜田さんの解説にもありました、なかなか手が出せません望月。まあ、目いっぱい、全力で、体を持っていってますからね、はい、そこで、どれだけ打てるかなんですね。鼻からの出血、呼吸も苦しくなります望月。一方の中谷、飯田さん、はい、この辺り仕留めに来るような気配は見られますか。いや、まあ、いつもずっと最初からペースは一緒ですよね、はい、やっぱいつも以上にこの強いパンチ、打ち込んでる気がしますよね。今日は仕留め切る、自分自身が問われる一戦、そう話していた中谷潤斗、迎えたチャンピオンカーニバル最終戦。日本で認められたいチャンピオンカーニバルに出場を決めました。迎えた最終戦、勝てば日本のベルト獲得。ここまでプロデビューから17戦全勝、無敗で続いています。18戦目、アッパーアッパー、左アッパー強烈、右アッパー
お二人の解説にもありました左右のアッパーで近づいてきた望月の顔面を赤く晴らします。望月もやっぱ入り方うまく工夫して、フェイントかけたりしてますからね、中谷のやっぱりこう空振りも増えてきてますよね。はい、川端さん、こちら望月陣営、まずあの両目の傷はですね、擦り傷程度で問題ないと、はい、とにかく中谷の右アッパー、これは気をつけろと言っていました。やはり注目は中谷のアッパー、このアッパーをかいくぐれば望月にもチャンスが見えるか。第8ラウンド残り30秒切りました。まあくぐったにしてもまた次にパンチ出ますからね。中谷のこの対応力、左ストレート、ストレートだけではありません、アッパー、ボディ、フック、さまざまなパンチで望月にダメージを与え続けます中谷潤人。中谷のこの左ですね、軌道がたくさんあるんですよね、まっすぐもあればフックもあればボディ、今のボディですね、はい、これはやりづらいですね望月。さあ第8ラウンドが終わりました。残されたラウンドはあと2つです。第9ラウンドが始まりました。日本フライ級王座決定戦、いきなり中谷の左、効いた、ね、望月足がよろける、一気にまとめに行く、随分我慢してますね。もう望月右目がもう塞がりかけてますよね。はい、強打をやめない中谷左右、まあここで、手が止まる、レベリー止めた、ね、レベリー止めた、ここで激戦に終止符。まあいいストップでしょう。第9ラウンド開始早々、得意な左で相手の顎を捉えた中谷、日本フライ級王者、第57代の王者に見事輝きました。これでプロキャリア18戦無敗。一方の望月、プロキャリアの全てをかけて臨んだ一戦、惜しくも敗戦。まあ望月も、まあ、敗れたわけですけど、顔を折れたわけじゃないですから、本当によく頑張りましたね。そうですね、テクノックを取りまして、勝者日本フライ級新チャンピオン中谷潤人。このベルトが日本を制した証、日本に認められて世界に行きたい、有言実行、中谷潤人新チャンピオン誕生です。中谷潤人選手には